皆さんこんにちは、ゆっくりです。こんにちは、クレハです。ファイアーエムブレム覚醒、ルナティックでプレイ、パート16を始めていくよ。今回も一挙よろしくお願いします。今回からしばらく本編だけになるよ。早いところテレビアから脱出しないといけないしね。でもその前に支援会話を見ておくよ。もぐ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 。すごい美味しい。でもガイアは食べないの？お前が美味しそうに食べてる顔見るだけで満足だ。甘くて美味しいのに珍しいね。分けろって言われても分けないよ。安心しろ。多分お前自身が一番甘い。なんで黙るんだ？いや、なんか直球すぎて。いつも直球だろう。お前いい加減俺と。あ、いや、今はいい。次回にお預けだ。うん、次回にお預けね。ねえ、フレデミクって、ソアレちゃんと結婚式あげないの？突然どうしたんですか？いや、せっかく夫婦になったのに、式あげないと僕っ子ソアレちゃんの、花嫁姿が見れないよな。で、クロム様より先になんて絶対しませんよ。それに、通信機能使えば花嫁衣装着れますし。そういうことか。さて、今回の支援会話はこんなものかな。畜生、クロムが正式に結婚式あげるまでにガイアと結婚してやる。持ち物の在庫を確認してから物語を進めようかね。アイテムの在庫も少しずつ減ってきているから慎重にいかないとね。今回はサンダーの補充だけでいけそうだね。火力と必殺高いからね、必需品だよね。受賞、再起。もう少し頑張って走るんだ。憂いの雨が、エメッチの心の叫びが。お姉ちゃんを助けれないで、何が強くなるために頑張ってきた、だお。クロム、しっかりして。大丈夫だお。頭の整理が、追いつかないだけだお。とにかく今はここを突破することだけを考えよう。編成タイムだよ。今回から前回仲間になったアンナさんがスタメンだよ。アンナさんは剣を装備しているので、ベレジアの蛮族相手に優位に戦えるよ。今回のマップは、完璧に行こうと思わなければ簡単なマップだよ。このマップにいる、お宝持ちの盗賊4体を全員倒して、アイテムを入手しようと思ったら難易度が上がるよ。ただ盗賊を倒すだけならいいけど、マップ中に配置されたドラゴンナイトの猛攻を防ぎつつ、増援として出てくるドラゴンナイトの追撃も防がなくてはいけないからね。飛んで火にいる夏の虫大作戦だね。言ってる意味がよくわからないですね。はじめから運による要素を交えているよ。ロンクーが、右から2本目の通路にいる盗賊を必殺で倒さない限りリセットを繰り返しているよ。倒さなくても大丈夫なんだけど、その後生き残った盗賊を誰が仕留めるのかと考えたらなるべく今ここで倒した方がいい、という判断になったよ。クレハ担当ミクさんは左に全力で移動するよ。向かって上に配置する方が3本目のラインの盗賊を始末する係、下に配置する方が一番左の通路の盗賊を始末する係だよ。解説が追いついてないね。今回はノノタンが前ではなく、フレゴさんを前に出して、クロムと一緒に一番右の通路の攻略に入るよ。アンナさんは、ロンクーに攻撃が集中しないように一体だけ敵を釣るよ。アンナさんだけ誰ともダブルをしていないので、隣にカラムを立たせて支援発生を狙うよ。左の、盗賊殲滅部隊は、まず必然的にお肉さんの移動経路が塞がれてしまうのでクレハタンで通路を防いだバカを倒すよ。クレハタンが上級職にクラスチェンジしていたら、移動力が下級職よりも1高いので、ここでお肉さんのために戦闘をしても一番左の敵の射程圏内に留まることができるよ。そのままお肉さんは盗賊の撃破をするよ。あれ？でもそれじゃあ一番右にいた盗賊は誰が倒すの？一番右にいた盗賊はお肉さんに倒してもらうよ。お肉さんはそのまま次のターンからは北上して、
一番右にいた盗賊を殲滅しつつ、増援の弱体化を狙ってこまめに移動しながらクロムたちのいた場所へ戻ってくる作戦だよ。全く解説が追いつかないね。それ以外の説明は字幕を参照してね。ムスタファーさんって、いい将軍だよね。ロレンス将軍とか、ジェイベイア将軍を彷彿とさせるよね。キャンベルのことなんていいからこっちの軍に来いよ。って言いたくなるよね。この後に出てくる将軍たちもそうだけど、やたら人望厚いキャラいるよね。そういった人たちと戦うことを考えたら、なんだか切なくなってくるよね。現実の厳しさを教えるゲーム、それがファイアーエムブレム、キリ。さて、もう少しで増援が出てくるからお肉さんとクレハタン以外は初期配置の位置まで戻るよ。クレハタンはそのまま盗賊を倒した周辺に待機して、クロムたちに行く攻撃を少しでも減らすよう頑張ってもらうよ。聖堂の剣を装備して、すぐに敵を倒さず、ガイアにも経験値が行くようにするよ。お肉さんも、盗賊を倒し次第、むやみにいっぱい敵を倒さないように間接攻撃ができない武器にも使えるよ。敵の増援は、5箇所から数回に分けて出てくるよ。初期配置に戻ったクロムたちの中で、カラムが一番狙われるから、カラムに攻撃してくるのはすぐ右に出現する一体だけで、残りはクロムとお肉さんとクレハタンで対処しなくてはいけなくなるよ。そのまま進軍すると確実にカラムが囲まれて死んじゃうからね。やっとガイアは折り返し地点か。まだまだクラスチェンジは先だね。コメントとともに、増援が出てくることを教えてくれるムスタファー将軍、マジ男っす。いや、他のボスもそうだったから。よし、これで盗賊の全滅ができたね。今からは来たるべき増援のために頑張るよ。と言っても、何も喋ることないんだよな。あ、そういえば余談だけど、前回のパートを見ていて、最後の成長値のところで、加入したてのアンナさんを入れるのを忘れていました。この場を借りて報告します。すみません。すみません。さて、今日は暇つぶしの余談時間は何を話そうかな。ちょっと暇つぶしとか言っちゃダメだよ。この余談を楽しみにしている人だっているかもしれないじゃん。え、いるの？明らかに尺稼ぎだよ。いや、まあ、それは分かった上でいるかも。知れないじゃん。で、今日は何を話すの？いつも切実に会話のネタに悩んでるんだよね。お題コーナーとかあればいいんだけど。お題っていうか、たまにはいただいたコメントから返信してみたら？あ、それいいね。じゃあ最初のコメントは、虫さん、サンコラ好きなのかな？はい、間違いなく大好きです。病気か、って思われるくらい、でも陛下を尊敬してます。好きな曲はムーランルージュです。インディーズだとマリオネットとか好きですが、全部好きです。ガイア大好きなんだね。大好きです。ガイアが、というよりは盗賊が大好きなんですけど、その盗賊のガイアが好きなので、結論的にはガイアが好きです。でも一番好きな盗賊はマシューです。これは不動。子供回収できるか？この実況の縛り内容は、仲間にできるキャラは全員仲間にすることなので、子供を回収するのは最低条件です。ですが、現状子供を回収できているのは仲間になっているキャラの半分にも満たないので、中の人はちょっと焦っています。今回は3つだけ答えてみたよ。また話のネタに困ったらコメントに返信していくので気になることがある人はコメントバシバシお待ちしてます。やっぱりルナティックになると、3すくみの影響がえぐいよね。カラムが避けれないのはわかるけど、ダメージが上昇してるから結構痛手だね。早いとこジェネラルにクラスチェンジして、ターミネーターになってもらわないといけないね。お肉さんのところに群がる敵が、間接攻撃だらけになったね。そろそろ増援も落ち着くから、クロムたちのところに誘導して他のキャラのご飯にしちゃうよ。でも、ソルジャーは厄介だからお肉さんで倒しておこうかな。クレハタンたちも少しずつ右に移動してクロムと合流するよ。まあ合流って言っても、ヒットポイントを回復してもらうためだけなんだけどね。
にしてもクレハタンの火炎の発生率が高いね。ほぼ毎回発生している印象だよ。せっかく剣でチクチクする予定だったのに、これじゃ意味ないよね。まあでも仕方ないよね。緊急を要するときとか、スピードを求めるときに重宝するんだから。お、クロムのクラスチェンジにリーチがかかったね。ギリギリテレジア編が終わるまでにクラスチェンジできるかな。できるとタイミングすっごいいいよね。カラムも頑張れ。今更だけど、お肉さんでここのソルジャーを倒さなくても問題なかったね。まあ仕方ないよ。まだ増援が出ると思ってたんだから。ガイアで倒すのはまだまだ早いかな。ガイアで倒せれば経験値いっぱいもらえるから早くレベルが上がるんだけど。敵の命中率が低いと言っても一発食らっただけでアウトとかなかなかギャンブルだよね。でもここで逃げたらエムブレマーの名が光る。ってことでガイアで倒しに行くよ。命中率 20% って本当に怖いよね。命中率 20% といえば、昔セイマをプレイしていた時に、ヨシュアとナターシャをカップルにして楽しんでいたんだよね。闘技場でヨシュアを戦わせて、ナターシャはヨシュアの横に置いて恋人補正をかけつつ、怪我したらナターシャに回復してもらってたんだよ。何百ターンかして、ライブの杖が底尽きたから、ナターシャは買い物に出かけたんだよ。そしたらさ、そのタイミングでのヨシュアの相手がバーサーカーでさ、こっちは剣で相手はオノじゃん。まあ当然敵の命中率は 10% くらいだったんだよ。そしたらさ、食らったんだよ。ヨシュアが、敵のバーサーカーの、命中率 10% を、おまけにクリティカル発生率が、たったの、1% だったのに、クリティカルも食らった。闘技場にかかっていた時間はおよそ4時間とかかな。経過ターンは数百ターンかな。ナターシャが離れた途端に弱体化したヨシュアのせいでリセット押し羽目になったよ。FE あるあるだね。というか説明長いね。仕方ないよ。中の人は説明ベタで周囲の人からは有名だから。よし、敵の増援も落ち着いたし。あとはボスだけかな。ムスタファーさんを倒さなくてはいけないのはすごく心苦しいけど、これが戦争ってやつだよね。こういった将軍には本当に幸せになってほしいのにね。今回はガイアで倒してみようかな。お、挑戦に出るね。まあそうでもしないと他のキャラのレベルが上がっていかないからね。ここは少しの危険を承知でガイアさんで挑むよ。っていうか本当にギャンブルだね。当たれば一発即死じゃん。しかしここはガイアとクレハタンの愛の力で頑張ってもら。マジで愛の力でなんとかしやがった。じゃあ、ガイア大好きー。ステージクリア。ガネーリオ様、早く早く。オリビエここにいたか。よし、みんな一時撤退するぞ。早くしないと、手が来ます。行きましょう。次回、とうとう前半戦の最終回になります。問題のあのボスを倒すのは誰になるのか、次回をお楽しみに。では、ご視聴、ありがとうございました。